ジェミニ3号は、アメリカ合衆国の有人宇宙飛行である、ジェミニ計画で打ち上げられた、宇宙船及びその宇宙飛行計画。ジェミニ宇宙船としては3番目のものであり、1965年3月23日、打ち上げ。前のジェミニ1号及びジェミニ2号は、無人試験機であったが、ジェミニ3号は、ジェミニ計画としては初めて有人で打ち上げられた。 ジェミニ1号および2号によって基本性能が確かめられたジェミニ宇宙船はジェミニ3号において初めてジェミニ計画としては有人打ち上げを行うこととなったコールサインはかつてグリソムの登場したマーキュリー・レッドストーン4号の失敗を繰り返さないようにモーリー・ブラウンが付けられたジェミ3号においては 宇宙船の軌道姿勢制御システムのスラスターを用いた軌道変更試験などが主任務であった。ジェミニ3号の打ち上げ1965年3月23日14時24分、アトくに、ケープカナベラル空軍基地 LC-19 発射台より、タイタン 2GLV によって打ち上げられた。南東方向へ向けて打ち上げられ、打ち上げ後、約5分半で、 軌道投入されている。軌道上の試験では、スラスターに若干の不調が見られたものの、特に問題はなく、3週の軌道周回を行っている。当初軌道は、遠地点 224.2km、近地点 161.2km、周期88.3分であったものが、軌道変更により 169km から 158km となり、 その後の変更で、近地点 72km まで降下し、逆噴射を用いなくとも、大気検査突入が行える状態であった。飛行時間は4時間52分。宇宙食も計画の一部であったが、ヤングは無断で宇宙船内にサンドイッチを持ち込み食事した。無重力化で浮遊するパンクズが危機の故障につながる恐れがあり、この行為は非難されたい。 一方で、食事が飛行士の指揮に大いに関わるという主張も認められ、宇宙食のメニューの大幅な改善へとつながっている。インディアナ州スプリング、ミル州立公園のグリーソム記念館に展示されている、ジェミニ3号フロリダ半島沖の西大西洋に着水している。着水地点は予定より約1 1 0キロメートル離れていた。着水時は、 姿勢がやや不安定であり回収作業には時間がかかったが、乗員はアメリカ海軍の航空母艦イントレピッド搭載のヘリコプターによって回収された。アメリカ国防総省もジェミニ3号の支援についており、辞任1185名と航空機126機、艦艇27隻が投入された。現在、ジェミニ3号はグリソムの故郷のインディアナ州スプリング。 ミル州立公園のグリソム記念館で展示されている。シェパードの内耳疾患により1964年後半に交代。ありがとうございます。